1月19日の夕飯なんですけども、今日はなんかミートボールにスナップエンドウとサニーレタスかなと昆布と、なんか昨日の大根のべったら漬けみたいなやつ。全部これ手作りじゃないですね。これ茹でただけです、これは。で、トマト、玉ねぎ、そして炒り卵。あ、でもこれは大変だったな、多分刻むのが。で、私はね、フードプロセッサープレゼントしたんですけど、なんか使ってくれてないんで、多分手でやったんで大変だったと思います。で、あと、らっきょう。なんかね、ちょっとやっぱ市販品が多くてね、まあ、作ってもらってるんだけどさ、でも、自分が足が不自由じゃなかったら、もっといいもん食えるのになって思います。ほんと悔しい。なんか、前世で、なんか、徳を積んだらいいことが起きるみたいなこと言うけど、じゃあ私の前世どんだけ悪いことしたんだよって、ほん、本当に憎いし、なんか、そんなこともないと思うんだけど、今世でじゃあ逆に私がなんかやったから、自分にしっぺ返しても来たのかとか、よく言うじゃん、なんかさ、悪いことした人にはさ、なんか因果応報だとかさ、言うけど、じゃあ私この世で生まれてからさ、そんな悪いことしてますかっていうぐらい、本当に神様とかいう存在が、憎い。いないけど、本当に憎い。まあ、なんか私、地球に隕石落ちて全部人類が滅べばいいと思ったし、なんでこんなに私に苦労しなきゃいけないのかって、悪いこともしてこないし、むしろ人に優しくしてきたのに、こうやってしっぺ返しみたいに悪い病気とか落とされたり、その後の後遺症とか頭痛とか精神的な病とかで悩まされて、なんだろう、何が悪いのよ私のって、本当言いたくなる。うん。で、今日は、ちなみに今、8時23分ぐらいかな。だから、あと3時間ちょっとで、今日のね、アメリカの株が始まるのよ。で、まぁ、ずっと迷ったんだけど、まぁ、やっぱりプラグは、まぁ、もう少し押したりしそうなんですよね、雰囲気的に。なんか、多分、月曜が休みじゃなかったらもっと多分下げてたんだけど、今日になってちょっと下げ幅は縮まったっぽいんだけど、ちょっとまだ調整の匂いがするのね。で、だからこっからだと多分伸びが多分悪くなってって、結構長期で、見る軸が長くなっていくと思うから、本当にどうしようかなって迷ってる。まあ今日本株の調子が悪すぎて、なんか、まあ、その、一番損失が大きいものから損切りしなきゃいけないってなると、私の中で言うと、一つの銘柄だけで22万ぐらい損切りしなきゃいけない銘柄があるんですよ。で、それが私にとっては一番今までのトレードの中で大きい損切りだから、今日思い切れなくてというか、下がってたから思い切れなくて、せめて上がった日にしたいっていうのと、まあ一応来月がね、その会社の決算あるから、まあそこまで持ってもいいかなとか思ったりするんだけど、まあでも、一番気持ちいいことを優先したら、もうマイナスなものを見たくないっていう気持ちが強いから、まあそりゃ金額を気にしなければもう全部、切っちゃいたいけど、そこで資金回収したとして、もし、20何万円損切りしても、今欲しい銘柄の買い付け余力は足らないから、他の銘柄も、一緒に損切りすることになるんだけど、それの総額で言ったら多分もう百何十万とかになっちゃうと思うから、百何十万までいかないか。ごめんなさい。50万とか、まあそのぐらいにはなると思うんで、全部で。それを、まあ、この1ヶ月で損切りして、この残りの2月から12月までの11ヶ月の間に、まあ、プラスにして、まあ、去年の、まあ、損益っていうか、益よりを超えたいなと思ってて、それ厳しいなって。まあ、今年手術とか入院とかもあるかもしれないから、やっぱりトレードも休まなきゃいけないだろうし、はぁ、なんか、ちょっと今どうしたらいいかなって、なんか、誰かに相談したい気持ちだけど、こういうのが相談できない孤独な道だからこそのトレーダーなんで、自分に与えられた支援なんだなって思います。勉強する素材っていうのがちょっと今何が一番いいのかよくわかんないっていうのが困ってるかな。